あさき今すっぴん、すっぴん風だとそこそこたぬき、でも D アップのつけまつげとマスカラがあればまあまあビタヌキにアップする。はい、いつもお次ありがとうございます。まずすっぴん風のメイクからやっていきます。新見千秋先生の新しいメイクブックに書いてあったことを盛り込んでやってみました。これですっぴん風のメイクはおしまいです。髪の毛にはレブールのヘアオイルを使っていきます。緑の方を使っていきます。こっちの緑のヘアオイルはすごくサラサラとした感じで、オイルなのに重くならずに軽やかにサラサラに仕上げてくれます。続いてつけまつげを使ったメイクに移っていきます。ベースメイクと眉毛は終わっています。
Joy. たときはレブールの紫の方のオイルを使用していきます。こっちの方がさっきの緑のやつよりもとろみがある感じで重ために仕上がるんですけれども、カールをきれいに見せてくれると思います。すごくセクシーな香りがします。以上でメイク終了です。最後までお付き合いありがとうございました。次回の更新でまたお会いしましょう。